はい、どうも皆さんこんばんは。それではなんだっけ、純金がリセレクション続きやっていきましょう。前回プレゼントという項目が追加されたり、あと訓練するっていう項目が追加されたり、いろいろあったんですけど、今回は、ちょっとプレゼントを試してみようかなと思います。何がいいんだろうね。お守りとか普通にあげてみます。ありがとうございます。大切にしますね。おお、OK っぽい。ありがとうございます。テレビゲーム、あー、ゲームだけで3下がったんだけど、テレビゲーム以外はあげてよかったっぽいね。これはあれだ、ロードだ。おかえりこういうこともできるんでね。とりあえずまあテレビゲーム以外あげよっか。ありがありがよし。で、今回は午前中訓練して、で2回出かけて好感度上げつつ夜会話してみたいな感じにしようか。好感度下がったんだけど、訓練したら。訓練が多いからかな。あ、間違えた。やーべ、これ好感度下がるのって一律で下がるのかな。あ、ぽいね。へえ、その分巻き返すのだけでかったるい気がするんだけど。とりあえずコマンド間違えたし、話をする2回で済まして出ちゃうか。なんか翌日にイベントが起きるかもしれないしね。起きたっぽい。小川原さん、起きてください。ん、ああ、朝キイラギが血相を変えて俺の部屋に飛び込んできた。まだどっぷり夢の中にいたってのに無理やり叩き起こされる。そらそうよ。なんだ、もう朝か。もう朝です。って、それどころじゃないんですよ。耳元で叫ぶな、聞こえてるっての。えらく騒がしいな。ヒイラギもうるさいが、廊下の方からも怒号や廊下を走る音が聞こえてくる。さすがにただごとじゃないと分かって一気に目が覚めた。また古代人気が出たのか。そうじゃないんです。今いきなりいろいろなものが運び込まれてるんです。意味わかんねえよ。いろいろなものってなんだ。補給物資とかヘリとか、あと人気もです。自衛隊のか。補給ができるならいいじゃねえか。そういうことではなくて、自衛隊の人もほとんど何も聞かされてなかったみたいなんです。へえ、連絡のミスか。昨日も誰かさんがやってたな。あれは、で、今はそれはどうでもいいんです。だから叫ぶだっての。気になるなら適当なやつを捕まえればいいだろ。ここであれこれ言っても仕方ねえしな。ああ、確かにそうですね。すごく慌ててたんで小川原さんのところに来ちゃいましたけど。アホなのかな。しっかりしてくれよ。今まで寝てた俺がこの事態を把握しているわけがない。結局自衛隊の誰かに話を聞くのが一番手っ取り早くて確実だ。俺はまず着替えることにした。面倒なことになりそうだな。と、いきなり脱がないでください。別にいいだろ。かなり無理を言ってしまいましたが、どうにかお話を聞くことができました。やはり日本とアメリカが手を組んで地下のテーブルダストを攻略する作戦みたいです。何やってんだか。耳を疑うような話に全員が目を丸くする。こっちから攻めるってことですか。表に山ほど人気が集まってるし、他に考えられないんじゃない。こんなにたくさんの人気、虚無と戦ってる間も見たことありませんよ。それだけ大規模ってことか。無限にエネルギーを生む理想の資源か。そりゃ欲しいよな。頭に残っている知識は半端で信用ならないものばかりだが、エネルギーの大切さくらいは理解できる。戦争を始めて殺し殺されるだけの価値があるものだ。それが永遠に利用できるならなりふり構わず取りに行って当然だ。
自衛隊まで戦力を提供しているのか。これまで協力し合ってきたのになぜ我々に説明がなかった。今朝までほとんどの人が知らなかったそうです。私たちに知られないためだね。止めなくていいでしょうか。俺らは参加しろって言われてないってことか。無理だよ。悲痛な表情を浮かべて橘は首を横に振る。私たちが意見したところで耳を貸すわけがない。そもそも口出しさせないために秘密にしてたんだしね。けどテーブルダストに降りるのは危険ですよ。止めてあげた方が。本気で阻止したいなら表に集まった人気を破壊して回るしかないね。アンエルの世界で戦争になるよ。そんな。エルニーに強い口調で言われてヒイラゲが悲しげに表情を歪める。結局国にとって結界は金を生む石にしか映っていないということか。まあそりゃそうだよな。そういうこと。人間同士の戦争に巻き込まれないように自衛隊の命令系統から距離を置いてたのが肌になっちゃったな。私たちが必死に呼びかければ考え直してくれないでしょうか。無理だろ。やってみる。あれだけの数を言葉だけで止めることができると思う。だが古代人気を撃退してきたのは主に私たちだ。表だって反抗すれば連中だって無下にできないだろう。そうだな。古代人気との戦いから私たちは手を引くと言ってやればどうだ。いいじゃない、ナイスアイディア。基地追い出されると思うけどな。それはそれで。それで古代人気が京都の外で暴れ回るのを黙って見てる。立花の指摘に盛り上がりかけていたルイたちの勢いがしぼんでいく。向こうもそれを見抜いてる。私たちに逃げ場がないと読んでるんだ。私たちは見ていることしかできないんでしょうか。僕にも思いつけない。合同軍を阻止するご機嫌の作戦が出せない限りはね。誰か責任者の人と話し合いの場を設けて。その人だって国からの命令を受けてるんだよ。自分の一存で軍を引けると思う。まあ無理な話だな。確かにこれだけヘリや戦車が集まった以上簡単に中止にはできないだろうな。しばらくの間誰も口を開かなかった。基地に集まった大量の戦車、人気の異様の異様を目の当たりにしているからだ。目の当たりだね。俺からも一つ聞いていいか。いいとも。何かな良平。集まった連中は本当に制圧できそうなのか、それとも返り討ちに遭いそうなのか。まあ実際のとこ返り討ちに遭うんじゃねえの。わからない。こんな戦力で攻め込んだ記録がないから答えられない。そもそも調査隊を送ったことがあるだけで人気で制圧しようとするのは初めてのはずです。敵の状況もよく分かってないのに攻めに行くってことだもんな。だいぶ頭悪いよな。勝つか負けるか分からないってことか。もしも勝てたらこれで戦いが終わるわけないんだよな。ストップ、答えを急ぎすぎだよ。地上と同じで戦力を温存してて数百体数千体の古代人気が控えててもおかしくない。数千の古代人気。ぽつりと漏らしたサツキが視界を埋め尽くす巨岩の群れを想像したのか小さく身震いする。もしもそんな数の古代人気が出てきたら自衛隊どころかそれが二次災害になって地上に被害が出るなんてのも容易に想像できる範囲な気がするけどな。可能性だよ可能性。そんな深刻になる必要ないって。立花は笑い飛ばそうとしたようだが引きつった顔とかすれた声は懸命の努力を裏切っていた。エルニーさんは絶対にありえない勝つとは思ってないんですよね。
現実に起こってもおかしくはないよ。ああ。もしもそんな数の古代人機が出てきたら、この基地も。だからそこまで深刻に考えなくてもいいってなるようにしかならないんだから。良平もそう思うだろ。俺は失敗しなければいい。まあ極論だよね。俺の代わりに答えたのは黙って見守っていたカナエだった。ずっと黙って耳を傾けていたらしいが、全員の注目を集めると断固とした口調で主張する。アンヘルも合同軍に参加して確実にテーブルダストを占拠するべきです。占領してしまうと日本とアメリカの政府が結界を独占してしまうことになるんですけど。それが問題があるんですか。戦いが終われば少なくとも人々が死ぬことはなくなります。安直な考えな気がする。それで人間同士の争いに発展する可能性がなくはないからな。テーブルダストが古代人機を生んで攻撃を命じてるならテーブルダストを占拠すべきです。でもテーブルダストに集まってる結界は全ての命のかけらそのものなんです。命のかけらが何ですか。現在の命はどうでもいいんですか。カナエが立ち上がり正面からヒイラギに反論する。地下にそんなものが存在する限り古代人気は湧き続け人が死んでいくんですよ。一度でも負けたら町が壊され奴らの支配区域になる戦いをいつまで続けるんですか。それはヒイラギは反論できない。おそらくは少なからず同じことを感じていたんだろう。アメリカの全人機の7割と共闘できる機会は今しかありません。絶対にテーブルダストを占拠するべきです。そうかもしれませんけど。サツキが言葉に詰まってただっ広い食堂に重い沈黙が流れた。やれやれ一枚岩じゃないのはこっちも同じか。でもそうなのかもしれません。守るべきは古代人機の脅威にさらされている人々です。その人たちを守れるなら脅威を消すことができるなら私たちも戦いに参加すべきなのかもしれません。本気なの。もちろん結界の悪用には反対ですが、まずは目の前のことを解決しないと。確かに間違ったことは言っていないな。テーブルダストが存在する限り古代人機が生まれ続けるなら、制圧する以外の方法がないなら私は地下へ降ります。制圧したからって確実にその後ずっと安静っていう可能性もないけどね。制圧に成功したとしても今度は人間同士の争いが起こる。勝っても負けても気分がめいるわね。あールイの言ってることが最もなんだよな。何か解決策はないんでしょうか。小川原。ルイたちが揺れる中、俺を呼んだのはメシャイルだ。なんだメシャイル。お前はどうするべきだと思う。意見が聞きたい。そうだな、俺は全員がこっちを注目し答えを待つ。下手なことは言えない。これまでの話を総合し俺は命のかけらがどうとか戦いを終わらせるとかお前らの話は半分しか理解できん。でも基地を離れるべきじゃねえとは思うな。理由はなぜですか。負けたらどうすんだよ。やる前から考えることじゃねえけど、もしやられたら古代人機の天下だぞ。確かにその通りだね。そうですね。まあアンヘルは基地を守った上で成功するも失敗するもそっちの自由にしてくださいみたいな状態が理想ではあるよね。確かに小川原さんの言う通りですね。見落と
としていました。失敗したら古代人機の活動が活発になる可能性はあるけど、人間同士の争いは起きる可能性がなくなるわけだもんね。で、成功しようものなら古代人機の方は安全になるかもしれないけど、人間同士の争いが起きる可能性がある。クソだよね。私たちが最後の砦だったら簡単に動くわけにはいかない。流れが変わった。ルイたちは次々にこちらへ着く。ただ一人カナエだけは納得していない。目の前のことだけ考えて問題を先送りするんですか？いや、どっちかっていうと先のこと考えてる気がするけどな。知らねえよ。ただアンヘルは古代人機から町を守るのが仕事だって言ってたから、その通りにしただけだ。俺の言葉になぜかカナエははっきりわかるほど顔をこわばらせる。どういうわけなのかはすぐにうつむいてしまったのでわからないが、じゃあ私たちはいつも通り古代人機の進行を食い止めるってことでいいよね。でも説得もしてみましょう。もしかしたら話を聞いてくれるかもしれませんし。説得か。人間はロジカルじゃないからな。あー、一長一短すぎるんだよな、どっちにしても。で、普通に外出する感じになるんですね。とりあえず外出2回訓練1回で、会話が正義かな。ファミレス行ってみようぜ。小川原さん、見てください、珍しいものがたくさんありますよ。なんでファミレスごときでこんなはしゃいでんの。席についてメニューを広げながら、ヒイラギがやや興奮した様子で言った。どこかで飯でも食おうかと誘ったのだが、希望してきたのがこの店だ。外観は普通だったが、メニューの中身は明らかに普通とは違っていた。なんだ豚 vs 牛丼って。どっちのお肉も入ってるんでしょうか。普通にうまいやつじゃん。吉野家にあるやつじゃん。あるよね、吉野家に牛豚鶏って入ってるやつ。あれ普通にうまいんだよな。量多いのがネックなんだけど。写真だけじゃわかんねえな。マグロ vs サーモン丼というのもありますよ。普通にテックスあるじゃない、海鮮丼じゃない。どっちでもいいだろ、なんで戦わせるんだよ。名前が奇抜すぎてよくわからないものも多い。すべてのメニューがこんなノリの名前だった。さわやかサラダ、絶妙カレーもどき、甘党納得スパイシーラーメン、熱湯かき氷。異色すぎるんだけど。一気飲みできるドレッシング、わさび IN サンドウィッチインか、わさびインサンドウィッチ、ハンバーガーリベンジ、なんだこりゃ。どんなものか頼んでみないとわかりませんね。写真ないの怖。わさびインサンドイッチだけは絶対に頼まねえぞ。っていうかうまそうな名前がないな。でもすごく美味しいって評判なんですよ。名前の割にじゃないだろうな。ほとんど罰ゲームだな。さてどんなものが出てくるんだか。面白いな。一度来たかった。こんな店来たくねえけどな俺は。嫌だわ。ゲーム嫌いなくらいだからプラモデル屋とか行ってもしょうがないだろうな。もう一回ブティックでも行ってみるか。でイベントが同じような感じだったら、ああ一緒だね。まさか一緒か。なるほど。あとまあ自由に行動できるようになって言ってないのは本当にプラマヤと橋の下くらいだけど、
結局出かけるので上がる好感度って一律3なのかな。だとしたら皆さんを守れるちょっと大変な気がする。また好感度が下がりました。これで話してちょうどいいんじゃない。よし、主審、明日から本格的に作戦が始まるのかな。昨日の今日でもう出発か。せっかちな奴らだな。何もなくなった格納庫はやけに寂しげで、でかいモンスターの抜け殻みたいだった。古代人機がこっちの動きを察知する前に攻め込むつもりだろうってエルニさんが。効果あんのかそれ。相手無人機だしな。ないと思います。方法は分かりませんけど、古代人機はこれまでも私たちの行動を察知してきましたから。ベソ書いて帰ってきそうだな。それはでも地下にどんなのがいるかわからないのに突っ込んだってうまくいくわけないだろ。ま、下っ端連中には同情する。同情するだけはな。何か私たちにできることはないんでしょうか。ブチ切れた古代人機連中を全滅させて出てきたらぶん殴る仕事があるだろ。そうならないといいんですけど。なんて言った。ああ、まあそうか。戻ります。出てきた奴らをぶん殴る仕事があるって話だよね。そもそも地下に命を懸けるほどのものが本当にあるのかよ。覚えてないんですよね。私と一緒に降りたことがあるんですけど。ああ、全くわからん。一面が青紫色に輝いて、戦うためでなければもう一度見に行きたいです。へえ、俺は特に興味はないな。綺麗な場所なんて眺めても腹が膨らるわけじゃねえし。なんだよ。以前も同じことを言っていたので。そりゃ事実だからな。本当に性格って変わらないものなんですね。らしいな。まあ本当の記憶喪失だし。本当に綺麗な場所なんですよ。初めて降りた時、戦いに来たことも忘れて見とれてしまったくらいですし。危ねえな。古代人機に言葉が通じるといいんですけど。観光するだけだって、結界を取る気はないって。夢物語だな。まあそらそうなんだよ。ヒイラギが力なく笑う。そんなことは絶対にありえないと分かっているからこそ、つい言葉に出してしまうのかもしれない。だがどう考えてもあんな怪物みたいなやつにこっちの言葉が通じるはずがない。ただこの戦いの終わりはどちらかが全滅するまでってことになるんだろう。言葉じゃなくても何か方法があれば。あ、私たちの考えを古代人機に伝えることができれば、こんな戦いもなくなるんでしょうか。まず手を出さないってのが無理だろ、今の状況を見る限りじゃ。ですよね。やるかやられるか、ここまで来たらそれしかないな。やるかやられるか。まあ実際問題そうだからな。最悪の結果が届いたのは昼飯を食べ終わった直後だった。救助要請が届いたのは今から4分前。場所は古代人機の支配区域のど真ん中、合同軍が突入したトンネルからだね。立花がテーブルに広げた地図の一点を指す。グネグネと滲んだシミのような線しか書かれていない紙の世界に古代人機の姿はなく、まるきり危険などないように見える。内容はどういうものだった？
ひどいモンサー、聞いてみるのはおすすめしないよ。助けを求める叫び声ばかりで、地下についての情報は全くなかった。まあほとんど全滅したっていうことだろうな。視界の隅で隣のサツキが身震いする。大丈夫サツキちゃん？大丈夫です、私だって役に立ちます。その様子だとボコボコにやられたみたいね。地下へ向かった人気は160機だっけ？それと歩兵が80名だね。地面の下は僕らが予想してたよりはるかにとんでもない地獄らしい。何か成果については言ってなかったんですか？あるわけないだろ。さすがにこの時ばかりはいつもしらけているこいつも真剣だ。テーブルダストについてや何にやられたかといった情報は？化け物、助けて、死にたくない。それと悲鳴だけだね。どうやらメッセージを送る余裕もなかったみたいだよ。で、私たちがどうするかが問題かな。全員の視線が俺に集中する。小川原さん、助けに行くメリットなくない？そんな目でみんな助けに行ったら行ったで面倒なことになるだろう。地下に降りるのを止めようとした立花たちの話にお偉い連中が全く耳を貸さなかったって話だ。ぶっちゃけ関わらないのが一番だ。でも私たちが行くことで誰かは助けられるかもしれないんですよね？そりゃ一人くらいは行けるだろう。だったらやっぱり助けに行きたいです。助けられるかもしれない命を見過ごすなんて私はしたくありません。ああ強情なやつだね。赤尾ならそう言うと思ったよ。やれやれ、お人よしすぎて呆れる。でも決めるのは良平だよ、リーダーなんだから。俺たちのやるべきことは何だ？古代人機が地上に出てきた時それを撃退することなんじゃねえのか？それはでも連中を助けに行くなら花から行った方が良かっただろう。古代人機が出てくるかもしれねえんだ、今ここを離れてどうする？正論だな。確かにね、ここにいれば地上に出てきたやつだけを倒せばいいけど、地下に降りればそういうわけにもいかなくなる。私たちだけで軍を全滅させたような敵と戦わなきゃいけなくなるかもしれない。でも助けられる命があるかもしれないですよね。そりゃあね、ちょっとくらいは生き残りがいたって不思議じゃない。ハイリスクローリターンすぎるんだよな。小川原さん、お願いします、行かせてください。地下に降りた人たちはただ命令に従っただけだと思うんです。ヒイラギが深々と頭を下げる。ああ、なんとなくこうなる予感はしてたんだ。こいつはこういう性格だ。他人のために本気で命を懸けようとする。案外、それこそがこいつの力の源なのかもしれないが。軍人の大半が結界の使い方なんて考えてないのは確かだろうね。それを考えるとちょっと同情しちゃうな。お前もヒイラギにつく気か？私は事実を言ったまでだよ。大量の古代人機が地上に出てきたら被害もそれだけ大きくなる。だったら地下で戦うのも一つの方法かもしれん。でも基地の守備は必要でしょ。助けに行きましょう、私たちを待ってる人がいるんですから。皆さん一緒に来てもらえるんですか？いくら赤尾が強くても一人で行ったら帰り討ちでしょ。付き合ってあげるわ。口々に賛同した連中たちが立ち上がる。結局はこうなるのか。やれやれ、仕方ねえな。反対できる雰囲気じゃない。それに確かに軍に恩を売ることはできるかもしれない。危険なのは間違いないが、やれるだけやってみるしかないか。
俺たちが盛り上がる中、三つ宮だけは思案に暮れていた。何を考えているのかはわからないが、反対しないのなら一緒に来てもらうだけだ。急ぐぞお前ら、早くしないと手遅れになっちまう。おお、はじめましてだよ、あれはね。こいつが人機のコックピットか。初めて乗り込む人機のコックピットに、俺は小さく息を呑んだ。広さは基地にある部屋の半分ほどだろうか。人機のサイズを考えると、コックピットはあまり大きいとは言えない。森人天狗、立花主導で作成された最新の人機。完全にずらりと配置されたボタンやレバーはどれも真新しく、まだ使い込まれてない。妙な気分だった。登場した記憶などないし、古代人機とやり合った覚えだって皆無だ。全く未知の世界へ飛び込んだはずなのに、不思議と焦りは感じない。体がこの状況を受け入れてしまっている。まあ、また元々は戦ってたわけだもんね。血族なんて大層な血筋じゃなかったが、俺もかつて栗なんだっけ、宗主かだったという、その頃の経験が染みついているんだろう。操縦方法は分かってんだろうな。大丈夫です、これなら今までのものとそれほど変わりません。小川原さんがそこにいてくれることが一番の違いですね。本当に髪長いなこの女。ヒイラギはどこかはにかんだように言う。なんでちょっと顔が赤いのかは分からんが、しっかり操縦できるならそれでいい。にしても下の座席と違い、ヒイラギの席にはレバーの類が一切なく、椅子だって腰掛ける形をしていない。そっちは立ちっぱなしか。この方が自分の動きを正確に人機に伝えられるんです。ほら、指の一本まで。ヒイラギは手足に着るように全身に機械を装着していた。トレースシステムとか言って、クリ操手が動くように人機を操縦できるんだそうだ。読み方忘れちったな。ヒイラギが手をバーの形にすると、外で天狗も同じように手を開く。それ蹴り出すときは お前も蹴るんだよな。そうですよ。俺の頭を蹴るなよ。え、覚えてるんですか。あ、蹴られたことあるんだ。覚えてる。蹴ったことがあるんだな。ありませんよ。ちゃんと気をつけてますから。お、もしかして赤尾ちゃんに蹴飛ばされたせいで記憶飛んだ。一回だけだと思ったぜ。俺が記憶喪失になった原因、それなんじゃねえだろうな。まだ記憶喪失になった原因も分かってねえんだよな、そう考えると。なんだ、原因知ってんのか。あ、そうじゃなくて蹴ったことが原因じゃないって意味です。まあいいけどな、マジで蹴るなよ。今度は大丈夫です。不安だ。準備はいいね、墓を。立花の声がコックピットに響く。わざわざ設計したのか、反響している感じはしないのに、スピーカーの方向がつかめなかった。はい、大丈夫です。あ、ちょっと待て、どうやって京都のど真ん中まで行くんだ。基地に運ばれてきた人機みたいにヘリで運ぶのか、それとも徒歩かよ。うちの人機はそんな時代遅れの代物じゃないよ。飛べるって言ってたしな。この機体には飛行システムも搭載されてるらしいんです。空を飛べるってことか。はい、ドキドキしますね。搭載されているらしいって、お前飛ぶのは初めてじゃないよな。シミュレーションでトレーニングは積んでるから大丈夫です。あ、怖、初めてかよ。冗談じゃない、
こんなロボットは飛ぶだけでも非常識なのに、それを初めて操縦するだと。まあ大丈夫だよ、アムロもガンダムで初めてのあれでね、地上でね空中戦やってたから大丈夫大丈夫。トラブルがあったら命に関わるじゃねえか。赤尾、いつでもいいよ。待て、俺の準備がまだだ。行きます。待てって言ってんだろー。口を開いている最中に突然指の一本に至るまで全身全てを上から押さえつけられる。ほんの一瞬意識を持っていかれて視界がブラックアウトされる。テレビのスイッチを入れたように光が戻ってきた時、前方に壁が広がっていた。その壁は細かい凸凹があり、大半が灰色とか鮮やかな色も混じっていて、とにかく大きかった。操縦席から見える全ての範囲が埋め尽くされている。それが壁ではなく地面だと理解した時、ようやく自分の居場所を悟った。俺は抜けるような青さの空にいた。これで次回本格的な戦闘に入るっぽいので、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。まだ第1章なんだよな。長いよな1章が。まあ、急にテンポ良くなる可能性もあるかもしれないけど、はい、ということで、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。また次回ね続きやっていきましょう。本当になんかギャルゲーやってるってよりはその手のあれを見てる気分だわ、個人的には。あのなんだノベル系のゲーム見てる感じ。まあ実際そういうもんなんだろうけどね、わかんないけど。はい、ということで、はい、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。